はい、皆さんこんにちは、こんばんは。皆さん、この今画面に映ってるこれなんだかわかりますか？はい、何やらね、この野球盤のような感じになってますけども、これね、トミーのポケットメイトの、まあね、野球ゲームなんです。はい、本当にこれを見てね、懐かしいなって思ったね、シニア世代の方たくさんいるんじゃないでしょうか。実は私これまだね、現役で使って遊んでるんですよ。で、このね、レトロチックなこのおもちゃ、何がいいかというと、まずね、一人で遊べるということ、それから複数人数がいても野球ゲームなんで、野球ゲームとして遊ぼうと思ったら遊べるところ、そして何より、これが一番と思うところが、電気を使わない、要は電池を使わないんで、バッテリー切れの心配がないっていうことなんです。はい、なので、長期のね、旅行とか出張だとかね、もちろん飛行機移動なんかの時にね、途中でバッテリー切れがして遊べないとかいう心配もなく、ずっとね、飽きるまで永遠にね、これ遊んでいられるんですよ。このポケットメイトっていうおもちゃなんですけども、いろいろ種類があって、今回ご紹介しているのは野球ゲームなんですけども、例えばゴルフゲームだとか競馬ゲームだとか、黒ひげ危機一発だとか、当時このポケットメイトシリーズってかなり出てたんですよね。で、私もいくつか持ってたんですけども、今現役で手元に持ってて使っているやつっていうのがこの野球ゲームなんです。はい、で、今日初めてこれをね、ご覧になられた方、じゃあ一体どうやって遊ぶのそれっていう風に思われた方もいるかもしれませんので、ちょっと若干遊び方について説明したいと思います。はい、じゃあ早速ね、これの遊び方をね、説明していきたいと思います。その前に外観をね、パッと見てもらいましょう。表はこんな感じです。はい、パチンコゲームになっております。なのでね、パチンコで弾くね、レバーがここについております。その他にはね、ありません。で、ここのレバーがあるんですけども、これは後ほど説明します。下側、上側には何もありません。はい、裏側はこんな感じでね、かなり使い込んでもうね、汚くなってますけどね、全体的にはもうこのプラスチックです。プラスチックでできております。はい、でパチンコなんでね、こう玉がね、下にね、こういう風にね、集まってきております。で、野球ゲームなんで、このね、全体のレイアウトが、まあ、野球場の感じになっております。で、パチンコを利用した野球ゲームということでね、ここで1塁ベース、ここに入ると2塁ベース、ここで3塁ベースでホームランということでね、で、ここのベースにレイアウトがあって、さっきのここのレバーは何かというと、このね、走者を動かすレバーなんですね。じゃあ早速ちょっとやってみましょう。で、下側に落ちてきたやつがアウトですね。はい。で、ここで、スコアのカウントをするということです。で、自分がバッターですね。投げてはいません。これパチンコなんで一人でね、やるんで、投げる人がいないんでね、お前そんな変な投げ方すんなよとかいうね、一切ね、文句を言う必要はありませんし、言われる必要もないんですね。これね、自分の自己責任でこう、球を打つと。で、今ね、一塁ベースに入りました。そうすると、球がね、ここに、ベースのとこに入ってきます。で、一塁ベースなんで、一塁に走らなきゃいけないんですけど、これをどうやって走らすかというと、ここのレバーを一回上げると、一塁ベースに行くわけですよ。はい、で、二番目の打者が打ちます。はい、これでね、下に降りてきました。これアウトですね。はい。で、もう一回ピッてやります。はい。今ね、二塁ベースに入りました。はい。球はね、またここに来てますんで、これが二塁ベースに行くということは、これをね、一回、二回送ります。はい。一回、二回ということで、はい。最初の打者がね、一塁ベースからね、この人が二塁ベースを打ったんで、三塁ベースまでね、一塁から三塁まで走ったというね、今ね、二塁三塁ベースになったというですね、そんな感じで遊んでいくわけですよ。はい、これでピコってまた打って、一塁ベース。はい、この人が一塁ベースで、はい、三塁ランナーがホームインして1点入りましたというようなね、そんな感じで遊んでいきます。なのでね、これずっとね、これ一人でこうやって遊んでられるんですよ、こうやって。で、友達がね、何人か複数いたらね、これを打つね、順番を変えて、で、これを操作をしていって、
で、もしね、チーム分けするんならね、投げる人がこれいないんで、自分のチームがね、3アウトまでにやったら相手の人に貸して、相手の人は相手の打者で順番で打っていくというね。まあ、なんて素晴らしいゲームなんでしょうか。電池を使わない。それからね、相手が投げる球がね、自分の責任で、これパチンコなんで、打って自分の責任で入れるんで、相手に文句を言われる必要も言う必要もないということで、自分の自己責任で打ってやるというね。まあ、せいぜいね、アウトになってしまった時に、お前どこ入れてんだよ、何やってんだよっていうね、ぐらいの話で、結構ね、平和にやれるゲーム。しかも、パチンコなんで、自分でね、自分でこうやってね、勝手に、一人でね、遊べるということでね、新幹線の中、飛行機の中、まあ、確かにパチンコなんで、ちょっとこう、打つのね、音がね、カチカチ言ってやかましいかもしれませんけども、それでもまあ、一人で遊べるということで、しかも、電池一切使いません。もうね、使うのはこのね、送るぐらいの能力とね、これを打つね、自分の指の能力ぐらい、もう力を使うのはそこだけということで。で、しかも、名前がポケットメイトというだけあって、でポケットに入るサイズ、私の手のひらに、比べてもこんな感じです。ちなみにあんまり比較の対象にならないですけど、私の iPhone8 とを比べてもですね、はい、こんな感じで iPhone8 よりもちっちゃい、もう完全に隠れてしまいますね、 iPhone8 はね、はい、こんな感じで iPhone8 よりもちっちゃいというね、はい、素晴らしいですね、これね、このエコはね。もう当時これが爆発的に売れました。この後ぐらいでしょうかね。あのね、液晶のゲームがね、いろいろね、出てきました。ゲームウォッチだとかね。はい、その、これの前の時代っていうのはね、LED でね、光るね、おもちゃでしたけども。まあ、その間に入ってきた、まあ、ような感じでしょうか。はい。今回ご紹介したのは、このね、ポケットメイトのシリーズでも野球ゲーム。先ほど言いましたように、いろいろゴルフゲームだとか、競馬ゲームだとか、いろんな種類のゲームがね、当時売られてました。今でも私が現役で使っている、この野球ゲーム、今日ご紹介しました。本当にね、懐かしいなーってね、思われた方、結構ね、たくさんいらっしゃったんじゃないかなというふうに思います。はい、それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。